織田信貞は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、旗本、織田信長の旧男。信貞の母は、関西英治む初夏府では、土方勝久の女と、記載があるが、土方勝久は、天文22年生まれのため、年代的に相互があるとする歴史家も存在する。一方で、織田家雑録の中では、青山氏が母であるとの記載がある。 天正十年、父、信長が本能寺の変で死去したため、萩原長久に養育されたという。信長の死後、萩原は、織田信夫に仕えた。成長した信貞は、豊臣秀吉の馬回りの一人となり、大見国の神崎軍、加納軍内に千国の所領を与えられ、十五位した佐京助に助任された。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、西軍に組みして、 不見城攻撃に参加し、戦後に改役された。関西へ治諸家府では、兄信孝と共に東軍に派せ参じるべきところだったが、間に合わなかったので、戦後に、ミノロを改戦中の徳川家康に配滅したとし、この時に信長の子であることに免じて、死罪を逃れたようである。後に、家康に飯抱えられ、治療を職友として与えられた。 慶長19年からの大阪の陣では、徳川方として従軍した。寛永元年に死去、去年51。京都市東山区にあった、上行寺に葬られたが、当時は1914年に、久恩寺と合併し、上行三名有久恩寺と改称した。墓地は、織田家の母大寺である、京都大徳寺達中総建院にもある。室は信長妹と津田玄家との間の女であり、 いとこ同士の婚姻にあたる。家徳は、次男の帝王家が継いだ。長男の信次は病弱のために家を継げなかったが、信次のこの帝官は、帝王家の養子となって、終わり藩の家臣として仕えた。帝王家は、叔父の小田浦夫妻が起こした、佐藤浦久流を継承し、養子の帝官ら多数の門人を抱えた茶人としても、有名である。子女は二人で、かとは、織田重春に嫁ぎ、 カズトは、笹地大前に嫁いだ。子孫は、徳川将軍家に、後家旗本として仕えて、文家も旗本として仕えた。ありがとうございます。